がもうすごく迫力があってですね、ちょっと自分でもかっこいいって思えるぐらい、すごいヘドバンのシーンとかも大スクリーンなので振動を感じると言います、すごい迫力を感じることができて、あのライブシーンは本当にアリス・ジーバーのファンじゃない方もおってちょっと印象に残ると思います。前からのアングルはもちろんなんですけど、後ろからのファンの方の素晴らしいあの応援の仕方もしっかりバッチリ映画に載せてくださってて、さすがでした。の前の楽屋のシーンにも出演させてもらったんですけれども、そこのシーンはまさに2回目の撮影の時に撮影していただいたんですけど、あの1回目の撮影がバッティングセンターのアルバイト役のシーンで、そこでちょっと結構ダメダメって叱られてしまったので、そこでの反省を生かし、次のシーンは私がいつもいる常設劇場でいつもの自分と思って、自分と重ね合わせれば大丈夫と思ってちょっと気合を入れて臨んだんですけれども、最初はやっぱおっとっとってなった様子なんですけど、あの1回目より早めに監督もよしと言ってくださって、あのお芝居自信がついた2回目の撮影でした。最初の方は本当にアルバイトをしてたので、その時の自分と重ね合わせて、ちょっと素朴な感じでやらせていただきました。今より全然忙しくない時期ですらすごく結構月曜日の1時間目が英語の授業で、ネイティブの先生なんですけど、毎週タイヤードって言われて、疲れてるって言われてて、結構電車とかも寝ない人生を送ってたんですけれども、もう勝手に寝ちゃってて、ちょっとすごい両立はやっぱ大変だった時期もあったんですけど、でも夢を追いたい気持ちの方が大きかったので全然苦ではなかったです。はい、帰る時期が長いので、何ですかね、1年前の自分を見て、あ、この時はきっとまだ自分に自信がなかったんだろうなとか、そういう風に自分を客観視して見れました。そうなんです、もう夢がテーマの映画で、すごく私も本当この映画に出会って、夢諦めなくてよかったって、今日も舞台挨拶なんて出演させてもらって、夢がまた一つ叶ったので、本当にもう私の人生を変えてくれた映画とも言える作品です。アンナだったらすごいで終わってたと思うんですけども、もう一人一人をこう見てると、この人はこの何ですか、演目をするためにどれくらい練習したんだろうとか、どれくらい今集中してるんだろうとか、すごいそういうことを考えていて、で超人と言っていいほどの集中力と練習量だと思うんですよ。そんなそういうところも見せないぐらいすごいパフォーマンスが輝いてて、私はもう本当に全然違うですけれども、やっぱエンターテイナーとしては同じなので、この人たちのこの集中力を見習いたいなっていうのと、あとすごいって思ったんですけど、やっぱり同じ人間なので、人間はいろんな可能性を秘めてるんだなって、その夢がすごく膨らんでですね、まあ私がサーカスをやるとかそういうわけではないんですけれども、私にはこれできないって思っちゃうような、大きなことから小さなことまで
ちゃんとしっかり見直して、なんか自分の可能性を自分で閉じないで広げていこうって思いました。夢を追ってる方はもちろんなんですけど、逆になんかもう夢とかなくって何もしたくないっていう人にも絶対見てほしいなって思って、この人生一度きりなので、まあ、カメラマンも最初は生活を選ん、夢があったのに生活を選んでしまって、そのまま突き進んでいこうとした時に、ちょっとしたコントした時に女子プロレスラー、地下アイドルだって変わっていく感情をすごく丁寧に描かれています。でその姿を見てきっと背中を押される人がいっぱいいるんじゃないかなと思うので、私も実際夢諦めなくてよかったって思えた作品なので、本当にそれこそもう老若にゃんの問わずいっぱいいっぱい、もうこのアリス10番とか目当てじゃなくてもきっと楽しんで、絶対楽しんでもらえる作品なので、あとやっぱりプロレスファンの方はもう必見です。プロレスシーンがすっごくもう長く映っているので、もう本当迫力がすごいんですよね、スクリーンで見ると本当に会場にいるみたいだったので、プロレスを、プロレス観戦のが好きな方も楽しんでもらえると思います。